なんかなかったかな、遭遇パターン俺。まあ、俺ちょっと違うんだけど、それは遭遇するだろうよっていうケースだけど、うん、俺リーダーの付き人やってる時に、うん、やっぱ、昔のフジテレビでさ、うん、川田町の、うん、俺リーダーについて間もない時に、本当前も日村さんとかに言ったけどさ、うん、キョンキョンが初めて、廊下の向こうから歩いてきて、俺はリーダー、渡辺正行さんね、うん、リーダーの後ろにさ、ついてこうやって歩いてたんだけど、うん、前から歩いてきちゃって。キョンキョンが。その時は、もう、あんま芸能人見てないから、うん、もう、びっくりしちゃってさ。かわいすぎて。かわいいし、顔ちっちゃいし、細いしさ、うんうん、どんどん近づいてきてさ、うん、本当にね、もう、グーだよね。グーだったの。顔がね、グーぐらいのデカさなんだよ。もう握り拳一個。グー。ほんと。グー歩いて。ちっちゃいなと思って前から歩いてきて。ちっちゃいなちっちゃいなってね。もうどん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 ちっちゃいなちっちゃいな、なんか、なんか来るぞなんか来るぞーつか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 やべえなーつって顔ちっちゃいなーつってて。で、隣すれ違うまでずっとグーだったのね。ほんとにちっちゃいんだなーっていう。ちっちゃいと思って。はい、ちっちゃーと。もういろんなのやんな。俺はそんなバカなマンの、そんなバカなマン。パシフィックヒムの、最近じゃん。じゃないやつ。うん、第1回目の時にさ、うん、湾岸スタジオの下でドラマ撮影した、うん、小泉さんを、うん、俺初めて見たんだよね。うん、俺はもうだからほんと1年ぐらい前に初めて見た、キュンキュン。ああ、そっか、言ってたね。俺見たことない。あんま会ってなかったんだよね。うん、なんかいるなぁ、なんか撮影やってんなぁ、つって。なんでキョンキョンの時そうなの？あれ、なんか撮影、あれ、なんかグーがいるなぁ、そこに。いやいや、グーがいるなぁ、って思ったら。思わねえだろ。あぁ、つって横を通り過ぎた時も、全然グーなんだよね。そうだった。